さいたま市立大宮図書館が現在の場所に移転されてから今日で5年となることを祝い、記念イベントが開かれました。さいたま市立大宮図書館は2019年の5月7日に大宮区の高鼻町から木敷町に移転していて、今日は大宮保育園の園児たちが元気な歌で5周年を祝いました。このあと5周年に合わせて図書館のスタッフが作ったオリジナル紙芝居、まーちゃんと不思議な図書館の読み聞かせを行いました。大宮図書館を訪れたまーちゃんが不思議な世界に迷い込み、イモムシに初めての読み聞かせをして元の世界に戻るストーリーで、子どもたちは不思議な世界に引き込まれていました。開館して、1年足らずでコロナっていう新型コロナウイルスが流行してしまって、途中閉館してしまうようなこともあり、その後は椅子を間引いて、感染対策をしながらの営業になりましたが、さまざまな世代の方がもういろんな目的で、来ていただいていると思っています。今後も、大宮図書館自体のですね、魅力をですね継続していって、皆さん方に使われるような図書館になっていきたいなと思っています。